皆さんこんばんはゆっくりマリサです。皆さんこんばんはゆっくり霊夢です。このスタイルも久しぶりよねー。まあいろいろあるからね。いろいろって広告剥奪のこと？最近さゆっくり界隈で広告剥奪されまくってるからね。それでやる気のかけらもないような動画ばっかり上げてるのね。何よー、うるせえパツキンよなれんことか、しびれ節とか。やる気がしびれちゃってるんだよ、やる気が。そんなんだから登録者数もしびれちゃってるのよ。あんたなんかまだマシだわよ。マシなのか？複数チャンネル持ってて、次々剥奪されてさ。ナレーター雇ったり、サブチャンネル作ってもダメでさ。その人 YouTube 専用で、奥さんと子供がいるの。あちゃー妻子持ちで YouTube 専用ってのが元から間違いなような、気がせんでもないが。それでさ、あたしあんまりかわいそうなんで、練炭でも送ってあげようかなって。何すんだてめえ、シャレにならんだろ。練炭はダメなの？じゃあおトイレの洗剤なんかどうかしら。そっちもダメだ、何考えてんだ、てめえ。ほんとさ、YouTube は、ひどいことするわねー。アメリカの会社だからな、日本人みたいな、ウエットでナイーブなところはないな。まあパツキンだからねー、あんたもパツキンなんだけどさ。うるせえパツキンよな。ネタは置いといて、うちは歴史動画出さないの？出さねえ、もう逆さにされても鼻血も出ねえわ。あんたねえ、逆さになったら鼻の穴は上向いちゃうから、鼻血なんか出ないわよ。あんた一体、どういう体の構造してんのよ？物の例えだろうがよ。幽体化して物すり抜けるわ、空飛んだりするわの。てめえの方が得意体質じゃねえか。だだかてめえは、あんただって空飛ぶじゃない。あたしはほうき使うけどあんたハスで、空飛ぶからね。あたしさぁ、いつも不思議に思うんだけど、あんたあんなことして股間のあたりが、痛くならないの？なんでだよ。だってさあんた生身の人間で、下向きに地球の重力が、働くわけじゃない？あんたのほうきには浮力があってほうき半上に上がるじゃない。絶対ほうき食い込んで痛いわよ。大きなお世話だよ。だから歴史動画。だからさ、あれは6月の19日に、再審査があるから、そこで審査結果が出るまで、出さねえ。でもさ、また楽天ってことの方が、可能性大きいわよ。だったらマルコカパックのチャンネルは廃止して、新しいチャンネルに移行するわよ。約1万8000人も、登録者集めたのに？仕方ないわ。新しいチャンネルでは繰り返し、って因縁つけられる可能性を、できるだけ減らしてだな。YouTube はどこに因縁つけてくるのかしら？まず動きが少ない動画だな。それと汎用の霊マリたち絵を使っている動画、サムネイルがわざとらしく似通っていて、一つのサムネイルから複製して作ったように見えるチャンネルだな。それ全部対策したら繰り返しとか言われなくなるの？わからん、これは全部推測だしな。ちゃんと対策してても剥がされているチャンネルもあるし、和室にいつもの霊マリスタイルで審査通ってるチャンネルもある。何それめちゃくちゃじゃないのよ。難しいところはそこだわな。どこを直していいのかわからん。ということなので皆さんもう少し待っててね。